G20 第四回二十カ国、地域首脳会合第四回二十カ国、地域首脳会合は二千十年六月二十六日二十七日にカナダ・オンタリオ州トロントのメトロトロントコンベンションセンターで開催された G20 首脳会合である。サミットでは財政改革の進捗状況の評価や持続可能な景気刺激策の展開、また国際的な銀行税の導入、 および自由貿易の推進などについて話し合われ G20 の参加国から21名の代表者に加え6つの招待国の指導者および8つの国際機関の代表者がに参加したサミット開催に先立ちホスト国カナダのスティーブン・ハーパー首相は世界不況が長引き景気刺激策が期待されていることを念頭にトロントサミットのテーマは回復と 新たな始まりとなるだろうと述べた。G20 サミットの直前にあたる2010年6月25日26日には第36回 G8 サミットがオンタリオ州マスコーカ地域のハンツビルで開催される予定であったことからハーパー首相は当初6月26日27日の G20 サミットもそのままハンツビルで開催しようと考えたが 事務局側からこれだけの規模の訪問団や報道関係者を受け入れるには街が小さすぎるとの指摘もあり G20 サミットはトロントで開催されることとなったサミット開催にあたりカナダ各地域の警察官からなる統合治安部隊が組織されサミット期間中のトロント中心部の警備を担った G8 サミットと合わせたこの治安維持活動はカナダ史上最大の規模であり また最高額の活動でもある。警備に加え、インフラ整備や歓迎費用など、サミットの準備にかかった費用の総額はおよそ8億5800万カナダドルに上る。サミットで話し合われるべき議題について、G20 各国の間では、意見に食い違いが見られた。進行中であった世界的不況や欧州の政府債務危機からの回復は、サミットの主要な議題であったが、 サミット首脳の間ではこれらの問題に取り組むに当たりどのような戦略を取るかで意見が分かれていた。欧州連合側は財政緊縮政策を取って赤字を削減するべきと唱えたが対照的にアメリカは経済成長を下支えするために景気刺激策を継続する重要性を説いた。サミットで EU 諸国は財政支出を予定通り削減し予算の均衡化を 図ると説明したが、中国、インド、及びアメリカは、大案として、経済不況の悪影響を緩和するため、財政出動の規模を増額し景気を刺激する案を、支持した。EU 側はまた、国際的な銀行税、ロビンフット税の導入も提案したが、アメリカとカナダはこの案に反対した。その他、アフリカ及び、他途上国に対する、国際的開発と継続的な援助も、 検案時代として取り上げられた。招待国の一部からは、イスラエルのガザ地区封鎖や北朝鮮の核、開発問題を非難する声も上がり、また、アメリカからは、アフガニスタンの政治腐敗及び、治安問題が提起された。ウェリントン通りの中央部に設置された、セキュリティフェンス。警備の準備は2010年2月中頃から始められた。警備、巡回活動一般は、 トロント市警察、オンタリオ州警察、王立カナダキは警察及びカナダ軍が担当し、訪問団来訪期間中のトロントピアソン国際空港の警備はピール地域警察に割り当てられた。これら5つの組織によって2010年バンクーバーオリンピック開催の際の統合治安部隊と同様の統合治安部隊が編成された。また、ヨーク地域警察、 ハルトン地域警察、バリー市警察、ウォータールー地域警察、ナイアガラ地域警察、カルガリー市警察からは、サミットの1週間前になって150人の警察官がボランティアで警備に参加した。カナダのグローブメール紙は、サミット期間中に、制服警官1万人、警備員1000人に加え、カナダ軍数部隊が投入される見込みであると報じた。 北アメリカ航空宇宙防衛司令部は、グレータートロント上空で、CF-18 ホーネット戦闘機、CH-124 シーキングヘリコプター、CH-146 クリフォンヘリコプターなど、低空飛行させる大抵を演習。アマルガムバーゴを5月6日7日に行っている。G8G20 両サミットの警備総額は10億ドルと、見積もられ、カナダ政府の負担となる。 ただしこれには、地域経済への損害賠償額は含まれていない。ISU は、キングストリートを北端とし、南端を、レイクショアブールバール、東端を、ヤングストリート、西端をスパディナ・アベニューとする警戒区域を設定し、サミット期間中の乗用車乗り入れを制限した。この区域内に居住する住民にはサミット前に、登録カードが発行されているが、住民以外で、 区域内に入ろうとする歩行者は38あるチェックポイントで写真付きの身分証明書を2つ提示し通行許可を受けて初めて中に入ることができる。サミット会場であるメトロトロントコンベンションセンターは周囲をセキュリティフェンスで囲まれており市民やサミット講義者は中に立ち入ることができない。この高さ3メートルのフェンスは公共事業、政府サービス省の発注を受けた。 カナダイ s n c ロブリン社によって作られ、オンタリオ州、ゴームリーの2社が取り付け作業を行い、550万ドルかけて6月7日から工事が始められた。このほか、トロント市警察は、区域内に77の監視カメラを新たに設置し、またサミットのためだけに長距離音響装置も4台購入した。また、ISU は、暴動鎮圧のために放水砲の使用も決めた。 サミット期間中に出た逮捕者の仮収容所には、イーストアベニューの元映画撮影所が指定された。トロント市警は当初トリニティベルウッツパークを抗議デモを行える地区に指定したが、地元住民の反対を受けて、クイーンズパークの北側に再設定した。カナダの郵便局カナダポストは、保安地区内にある郵便ポストすべてを撤去すると発表した。トロント駐車場管理局も同様に一部で、 パーキングメーターを撤去した。会場コンベンションセンター周囲の歩道にある小さな街路樹もサミット抗議者らによって武器として使われる恐れがあるとして移設された。この他ニュースペーパーボックス745台、ゴミ箱200箇所、郵便受け70箇所、屋根付きバス待合所29箇所、案内番号箇所も撤去された。抗議暴動対策のため窓に板を打ち付けた。 トロント市地下鉄、キング駅周辺の店舗トロント中心部に本店のあるカナダ最大の銀行は従業員がトロント中心部から離れた施設、自宅や他の支店で働くようにする計画を立てた。オンタリオ州種類管理委員会は暴動による略奪からの保護を目的にトロント市中心部の出店7店舗をサミット期間中閉店すると発表した。このほか。 トロント地下街、パス、CN タワー、トロント大学、アートギャラリーオブオンタリオに加え、オンタリオ衆議会議児童もサミット期間中は、閉鎖された。サミット期間中の6月25日から27日まで、メジャーリーグのトロントブルージェイズ対、フィラデルフィアフィリーズ戦が、保安区域にあたるトロント市中心部のロジャースセンターで3試合予定されて、いたが、ファンの反対を押し切る形で、 フィリーズの本拠地であるフィラデルフィアのシチズンズバンク、パークに移された。多くのファンが2009年シーズンまでブルージェイズのエースとして活躍し2010年にフィリーズに移籍したロイ・ハラデーの外戦試合となることを期待したが、これは2011年まで持ち越されることとなった。カナダのエンターテインメント会社、マービッシュ・プロダクションはミュージカル、ロック・オブ・エイジズとマンマ・ミーア、 ササミミッットトトをを期間中の講演を中中中のの演演止止ししたまたまファクトリーーシアターも同じく発表しているオンタリオ州、ミシサガミシサガのトロントピアソン国際空港からトロント市内コンベンションセンターまでを結ぶオンタリオハイウェイ427号線とガーディナー高速道路は一定期間ごとに専用車の行列のため閉鎖され、2本の高速道路沿いで警察無線封鎖も行った。 ガーディナー高速道路のヤングストリート及びベスストリート出口もサミット期間中は閉鎖された。トロント交通局はコンベンションセンター近くの地下鉄駅は閉鎖されず、運行も続けたがバスはルートを変更され、路面電車で駅が地下にあるクイーンズキー駅は閉鎖された。ビア鉄道はサミット期間中ユニオン駅閉鎖し、代替シャトルバスを運行した。 カナダの非営利民間航空管制法人、ナブカナダは、カナダ上空への乗り入れを商用便に限定。その他は、半径30ノーティカルマイル以内の制限した。ポーター航空は、ビリー・ビショップ・トロントシティ空港に発着を許可された。トロント区教育委員会とトロントカトリック区、教育委員会は6月25日トロント中心部の6校での、スクールバス運行を中止、身体に障害を持つ。 児童1万人を含む生徒4万5千人が影響を受けた。エキシビションプレイス内のダイレクトエナジーセンターには国際メディア、ジャーナリスト報道人リポーター向けのメディアセンターが作られた。カナダ連邦政府及びオンタリオ州政府はこのメディアセンター内にエクペリエンスカナダ、またはカナダコリドーという名の広さ2万平方フィートのパビリオンを建設。またパビリオン内には 実物大のディスプレイを3台設置された。カナダビジネスの成功例を紹介するシティスケープ2010フィーファワールドカップの試合やメディア向けキオスクの位置などを映し出すザブリッジ息子カコテージカウントリーをモデルにした人工湖畔ノーザンオンタリオアシスである。このうちノーザンオンタリオアシスには大型スクリーンに息子家の自然が映し出され、 寄付されたカヌーがその前に置かれ、ディスプレイの波打ち材にはジャーナリストたちが一息つけるデッキチェアや携帯電話充電ステーションが設置された。これら国際メディアセンター、エクスペリエンス、カナダパビリオンおよび人工庫の総工費は、各の,の2300万ドル、190万ドル、57000ドルに上り、コストがかかりすぎであるとして批判の的となった。 トロントサミットに出席した首脳2010年5月8日、カナダのスティーブン・ハーパー首相はサミット出席者を発表し、招待国としてアフリカ大陸からは G20 メンバーである南アフリカの他エチオピアとマラウイの首脳が招かれた。またオランダ、スペイン、ベトナム、ナイジェリア各国の首脳もサミットに招待された。トロントピアソン国際空港が G8 及び、 G20 サミット訪問団の公式入国校に指定され、フランスのニコラ・サルコジ大統領と中国のコ・キン国家主席が最初にカナダ入りした。このうちコ主席のカナダ訪問はカナダへの国賓としての公式訪問を兼ねており、カナダ総督、ミカエル・ジャンがオタワでコ主席を出迎えた。南アフリカのジェイコブズマ大統領とナイジェリアの グッドラック・ジョナサン大統領は6月24日にカナダに到着した。6月25日にはイギリスのデイビッド・キャメロン首相もカナダ入りし、カナダ海軍設立100周年の記念式典参加のためハリファックスに立ち寄っている。他の G8 首脳も25日にカナダに入国した。経済協力開発機構、国際労働機関、エチオピア、マラウイ、ナイジェリア、 ベトナムは、このトロントサミットが、初の G20 サミット参加となる。イギリスのキャメロン首相と日本のカンナオト総理大臣は、第36回 G8 サミットと、この G20 サミットが、初の国際会議出席である。オーストラリアからは、2010年6月24日に、首相となったばかりのジュリア・ギラード首相の代理として、ウェインスワン副首相が、サミットに参加した。 ブラジルのルイスイナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領は、同国で起きた大洪水の対応のため、ブラジルに泊まり、代わりにグイドマンテガ財務大臣がサミットに出席した。ハンツビルでの G8 サミット終了後、エイキャメロン首相は予定していた飛行機が悪天候で離陸できなくなったため、米国大統領の専用ヘリコプター、マリーン1に同乗し、バラク・オバマ大統領と共に、 トロント入りした。ハンツビルから、米大統領専用ヘリ、マリーンワンでトロント入りした、オバマ大統領とキャメロン首相。握手を交わすロメドベージェフ大統領、ドック・メルケル首相、フッツ・サルコジ大統領。ハンジー・トエンティを掲げた抗議デモトロントサミットでは、サミットを標的とした抗議デモが、トロント中心部で発生した。はじめ、オタワで、アナキストラが銀行に、 火炎瓶を投げ込む事件が発生。犯人グループはトロントの G20 サミットにも行くとの声明を発表した。このような治安を脅かす事件が発生したことで ISU による警備体制がより強化されることとなった。オックスファム、カナダやアキャプなどによる組織的な抗議デモがサミット開催の前の週から始まった。貧困、LGBT の権利。 資本主義とグローバリゼーション、先住権、そしてサミットそのものについての問題が抗議の対象となった。一部の逮捕者を除き、抗議運動は概ね平和的手法で行われた。サミット初日、抗議者はその数を増し、いくつかの通りは立ち入り禁止となった。当初平和的であった抗議活動も、やがて群衆の中から黒い服装をした。 ブラックブロックと呼ばれる手法で抗議する一団が現れ、トロント中心街のファストフード店、小売店、銀行や地元商店の窓ガラスを割り始めた。さらには、パトカーも放火され、報道機関の車両も被害を受けた。病院、ショッピングセンターやホテルの周辺は厳重封鎖され、公共交通機関は市中心部を迂回する形で運行された。 翌日になると警備は強化され、軍部隊も増員された。イースタンアベニューの仮収容所前では警察による暴行に抗議するデモが起こり、500人近くが逮捕された。ブラック・ブロック行為を行う者がいると見られた一団は警官隊によって夜間数時間にわたり行為された。この結果、逮捕され1週間以上拘留された人は1100人以上にも上った。 ISU はサミット会場から一定距離に入ったものを逮捕し、マスコミでは警官には身分証明を求め会場敷地の5メートル内に立ち入った市民を交流する権限があると報じられたが、後にそうした法律は存在しないことが明らかとなった。このため、抗議デモで逮捕された人々は警察の対応を非難した。6月27日。 メトロトロントコンベンションセンターで会合を行う G20 首脳。トロントサミットでは前回のピッツバーグサミットと同じような成果は得られないと予想されていた。これはほとんどの国が前回サミット後に世界不況から回復ステージに移行しつつあり、新しい問題が提起される可能性はごくわずか。6月26日夜に開かれた。 G20 首脳ワーキングディナーで南アフリカのジェイコブズマ大統領はアフリカ大陸の開発のため国際社会とアフリカのより連携を促しアフリカから G20 に参加したものとしてこれだけは言っておきたい。私たち、途上国も先進国もともにより強固でより効率的な成長と発展のために平等な国際関係を推進しなくてはならないと述べた。 サミットでバラク・オバマ大統領は世界経済の回復はまだ脆弱と警告しアメリカの輸出を増やす起爆剤としてアメリカと韓国の間の自由貿易協定を提案した。先進国首脳の成した重要合意事項は2013年までに年間赤字を半分にまで削減する。また首脳らは各国の債務対 GDP 比を引き下げることで合意した。 金融機関への課税は、金融機関金融部門改革にかかる費用へ寄付金が求められることで合意、ただし寄付金の徴収方法は各国政府に委ねられた。参加者は、金融機関は将来のショックの時のためより高い金融資本を保持することが求められることも決議、気候変動と食料安全保障問題についても話し合われ、 より地球に優しい経済成長をするとの宣言が繰り返された。サミット閉幕直後に公表された G20 トロントサミット宣言では多くの国で失業率が高いままであり、金融危機の影響も並行して残っているとして、世界経済は回復しつつあるものの、深刻な挑戦はまだ残っているとされた。国際通貨基金は、 サミット後に発表した文書で急激な赤字削減は経済成長を鈍化させると述べた。トップ10コマンドモンツ、フォーフィスカルアジャストメント・イン・アドバンスとイコナミスト、題されたこの報告書では、バランスの取れた公共支出は再建市場を安定させ、支出自体を比較的低めに抑えることによって、金利上昇を抑制しつつ、民間投資を促すものと主張した。また、 中国のような新興国は多額の貿易黒字を計上しているため内需拡大には先進国に頼らず自国政府の支出額を増やして対応することが推奨された。G8 及び G20 サミットの開催費用は政治論争の種となりまた地元市民団体の批判の的ともなった。両サミットになぜ巨額の費用がかかったかについて 政治家や地元団体は疑問を呈している。国会議員のオリビア・チャウとマーク・ホランドは当初の予算11億ドルは節度を変えており上記を一していると主張、また別の議員はカナダで長年の懸案事項であったトロント市のトランジットシティ計画におけるライトレール交通構想などにお金を使うこともできたはずだと述べている。この二つのサミットにかかる警備費用は 2010年2月から3月のバンクーバーオリンピックとパラリンピックにかかった費用8億7800万ドルを上回るものと想定されていたが、2010年10月、カナダ庶民員の出した最終計算結果では両サミットの警備費用は8億5790万1850.31ドルと、東京オリンピックのそれを下回った。 2009年のロンドンサミットとピッツバーグサミットの警備費用はそれぞれ3000万ドル1800万ドルであったが当初トロントサミットはこれらを超えて過去最高の開催経費がかかるものとの意見があった。だがカナダ議会予算局のケビン・ページ局長の GA と息子カサミットとトロントサミットに関する公式報告では他国は同様の会合経費について 全額を公開するような形ではなく、ピッツバーグサミットの警備経費1800万ドルは、単に、地元警察官の残業手当や他地域からの当局、関係者の出張手当でしかない。カナダ安全情報局の元局長で、バンクーバーオリンピック及び G、G8、G20 サミット統合治安部隊隊長を務めた、ワード・ウルコックは、警備にかかった額は実際は前回サミットと、 同等だと述べている。カナダ財務省、ジム・フラハティは、警備費用への批判について、安全確保のために、十分な費用を支出する必要があった。今回はカナダが費用を払う番だったということだ。サミット開催を引き受けないか、トロントでの安全を保障すべく必要な経費を、支出するか、どちらかでしかないと反論した。総工費2300万ドルの国際メディアセンター。 特にエキシビションプレイス内に作られた190万ドルのパビリオンエクスペリエンスカナダと5万7千ドルの人口池は広い層から税金の無駄遣いだとして批判の的となった。批判の矛先は主にハーパー首相とカナダ保守党へと向けられた。反対グループの中には人口池をハーパーのフォリー国を売り込むというのは古典的な手法だと反論した。 サミット開催時、人口池はカナダの記者陣には不評を買った。サミットの経済効果に大きな期待を寄せていたのは少数の地元政治家や住民だけであった。トロント市当局や地元議員はかねてから G20 サミットはトロント市の中心地区にあるメトロトロントコンベンションセンターではなくエキシビションプレイスのような中心街から隔離された。 会場で行うべきだと主張してきた。結局、サミット期間中の抗議デモにより、トロント市中心地区の建物などに損害が発生し、デビッド・ミラー市長は、連邦政府に、すべての損害を賠償するよう求めた。だが、政府は、セキュリティゾーン内の企業の損害は保証するとしていた。ものの、実際損害が発生したのはすべてセキュリティゾーン外で、あったため、 中心地区の企業は一部は経済的損害を自己負担せざるを得なくなった。カナダ国会議員ジョン・マッカラムによるとスティーブン・ハーパーはサミットをトロント市中心街で開催するという大きな間違いを犯したと述べた。トロントスター氏によると中心地区のうち少なくとも40店舗が被害に遭い、ある会社では修繕に75万ドルもかかったという。6月17日 アメリカ合衆国国務省は交通機関の混乱や G20 サミットに対する抗議デモに付随する暴力行為が予想されるとしてトロント市への渡航警告を発出した。この警告はサミット終了日には解除される予定であったが同時に平和的なデモ行為も暴力的で予測不可能な事態に発展する恐れがあるとの警告がなされている。 トロント市のディビット・ミラー市長はこの警告に対し過剰反応だと述べている。サミット期間中、海外の報道人数者がカナダとサミットについてコメントを残している。A、BBC のリポーターはカナダの人たちはどんな難しい問題にも答えを持っていて世界中の人々とその方策を分かち合うことを強く望んでいるように見えた。この後継機では誰もが皆 カナダ人になりたいと思うのではないか、と、カナダ経済について肯定的な意見を述べた。ニューヨークタイムズ氏もサミットの準備活動や、息子家の美しい自然などに肯定的なコメントを寄せている。また、インドのザ・タイムズ・オブ、インディア紙とザ・ヒンドゥー氏は、G20 サミット期間中のトロント市で行われた、前例のない警備手法とその都市生活への効果についてコメントを残している。 一方、ロイターのリポーターは、国際メディアセンターの人口池に苦言を呈した。2011年にカンヌサミットを予定していた、フランスのサルコジ大統領は、G20 カンヌサミットの開催費用はカナダでのサミットの10分の1になるだろうと述べた。ありがとうございます。